Kapitulieren, niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Verstehst du, was es uns umsteht? Es gibt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steine, ein versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steine angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist keinen Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Der will uns einfach rausschmeißen, wie Rundstedt, wie Guderian. Ja und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns daran hindern, selbstständig... Mein Взгляд, это супер круто. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!おい、そろそろ戦闘始まるのに何やってんだよ。シャンシャンするゲーム。なんで戦闘前にやるんですかね。やんけ、録画中は暇なんだから。ダメです。まあいいや、この曲フルコンしたし。開き直るな。さて、今回乗っていくのは、多国籍、リア7、抽選車、エーデルワイス、基本性能をドン。効果音もうこれでいいや。なんでいちいち植木鉢くんを割る必要なんかあるんですか。走行面に関しては神ではありますが、砲塔は割と弾いてくれる印象かな。小さい砲塔をしてるのでハルダウンもやりやすいですね。貫通力は普通、機動力は良好ですね。価格は8度取れるのでそれなりに対応可能。プレミアムなのでそこそこクレジットも稼げますね。つまり超絶使いやすいってことです。そしてあのドラキュラに一発入れました。そういえばなんで BGM がホームランダービーなんですか。普通 BGM はその国家に合わせてるんだけど多国籍って何の BGM にしたらいいかわからん。あ、そっか。なんかいい案あったらよろ。ちなみに著作権引っかかるやつは申し訳ないが NG。視聴者に求めるな。そしてこちら側誰もいないですね。もう半分くらい勝ちが確定しましたね。あ、おい待てー。満身は良くないんだぞ。あ、そっか。敵は町側に固まってるので敵のドラキュラとパンターは引いた模様。しかし味方も町に行ってしまったので、マジでこれわかんねえな。駆逐の車線も気をつけたいってはっきりわかんだね。怖いのはフェルビですね。460敗退。あ、でも町側にいますねこれ。じゃあこの無料をさっさと潰しちゃいましょう。招待だとこうやって連携取れるので、ラッシュもやりやすっていいですよね。特に VC をするとなおさらいい。みんなもやってみよう。なお招待する招待相手はいない模様。ちょっと激サム逆入ってみよう。単発は低いとはいえパンター痛いっすね。そしてドラキュラには逃げられそうだし。まあここはできるだけヘルスを削っておきたいところさんですね。じゃあパンター死のうか。狙ってー。あ、これ招待相手がやりそう。なんてな、俺が先だぜ。ここにラジオの人がいますね。どうやら敵は占領付近に固まってる様子。それなら対岸に移動してそこからペチペチ打つだけの簡単な作業だぜ。というわけで今回は対岸からペチペチ打つだけの作業です。つまり雑談会と、こいついっつも雑談してんな。お、そうだな。とりあえずそろそろクリスマスシーズンで、どの店もクリスマスセールとかやってますよね。ちなみに僕はクリスマスはぼっちだしどうでもいい行事なので年賀状の用意をしてます。送る相手いるんですか？いるもん。あ、ふん。ちなみにいつもはコンビニで10枚入りを買うんですけど、間違えて100枚で買ってしまうところだったぞ。あ、奥さん。あ、これから年賀状書く人に向けてだけど、手書きで書くなら無地のを買おうね。インクジェットだと消しゴム跡がめっちゃ残るから。と、コピー機を使う人にとってはくっそどうでもいい話でした。ちなみに二等兵は手書きなので無地で買ってますよ。その方が心がこもっていいからね。建前、家にコピー機がないからです。本音がひどすぎる。ま、多少はね、コピー機欲しいなとか思う時あるけど結局どれがいいのかわかんないから笑っちゃうんすよね。コピー機選びながら笑うとか怖すぎるだろこいつ。あ、そうそう。家電屋でパソコンのぼったくり度合いを見たくてよくパソコンコーナー行くんですけど、富士通 PC は相変わらずぼったくりですね。びっくりした。セレロンで75000円だってさ。あ、奥さん。ちなみに富士通 PC の前で真剣に悩んでるおばちゃんがいましたね。孫へのプレゼントかなんか知らんけど、とりあえず富士通はやめて差し上げろ。さもないと二等兵みたいな人間が生まれるぞ。二等兵みたいな人間ってなんだよ。富士通 PC で FF15 ベンチマークしてくっそ低いスコア出して楽しむやつ。ちなみに結果は最低設定、720プで430でした。動作困難判定だったぞ。それはアホくさですね。まあ FF15 やるんだったら4万円の充電器ことプス4プロくんがいるのでいいや。何度も言ってるけどもっと有効的な使い方してあげて。そう思って最近4万円のみかんを機に昇格しました。もっと使い方悪くなっててくさ。実況したいゲームはあったりするけど今更感ありすぎてヤバいんすよね。あ、そっか。それとキャッチャーボードが欲しいです。なんかおすすめないすか？こいついつも視聴者におすすめ聞いてんな。少しは自分でググれかす。正論。そしていつの間にかペチペチしてたら削れてきましたね。枚数で負けてますけど、まあなんとかなるやろ。お、そうだな。というか硬いやつが残ってますね。特にトラに、最近戦場で会うたびにほんと硬くなったなぁと毎回思う。重戦車の中では強い部類になったし、みんなも開発してみよう。エーデルワイスの実況で他戦車を勧めるな。そういえばこれ戦場のアルキュリアってゲームの戦車なんですよね。僕そのゲームやったことないんでよくわかんないんすけど、とりあえず中古屋で2300円で売ってましたよ。プスさん持ってる人はやればいいんじゃないかな。くっそどうでもよくて草。じゃああいつにぶち込むか。あ、恥くなし。あーめんどくせマジで。じゃけんもう一回狙いましょうね。よーく狙ってー。APCR で確実に。よし、撃破だで。味方の T49 もいい仕事してたみたいですね。このまま全滅しよう。エーデルワイスは単発も225と高いので中戦車としてはいいですね。お尻空いてんじゃん。はいじゃああのトラにも任せるか。そういえば T49 で重戦車相手にヒート打ってる人いるけどなんですかね。ってことであとはあの 100P をパパパッと囲んで終わり、平定、移動、全員解散。機動力がいいので MDK も楽々行えていいですね。てかこっち見てないし、じゃあこのままうまうまして戦闘終了です。いやー美味しかった。結果は、4340ダメージ、3両撃破で M バッチ、ペチペチしてうまうまな試合でした。総評は、長所はなんせバランスがいい、クレジットも稼げていい戦車、短所は行革不足や弾速が遅いところ。ちなみに原作でも行革が足らないシーンがあるらしいです。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。